ノルウェー十字軍は、ノルウェーをシュグルズ一世時期時期に引いた第一回十字軍の後の1107年から1110年にかけての十字軍。シュグルズは、聖地に十字軍として向かった最初の欧州の王であり、戦闘中に指揮をしなかった。ノルウェー十字軍は、以前のバイキングの行動に類似しているが、キリスト教的目的もある程度達成した。 シグルズとその部下は1107年の秋に60隻の船とおよそ5000人の兵でノルウェーから出航した。秋にノルウェー十字軍はヘンリー一世を統治下のイングランド王国に到着した。シグルズと部下は冬の間イングランドに留まり、1108年の春に再び西方へと出航した。数ヶ月後、ノルウェー十字軍は ガリシア王国のサントジェームスに到着し、ここで彼らは地方領主によって冬の間の滞在を許された。しかしながら冬が来ると食料が欠乏し、領主は食料と物品のノルウェー人への売却を拒んだ。このためシュグルズは軍を集めて領主の城を攻撃し、できる限りの略奪を行った。その後の道径でガレー船の大海賊船団と遭遇し、 シグルズは海賊の船に直進し船を強襲した。その後、海賊を殺し払い船が空になると、海賊の船8隻を奪った。さらにその後、ムスリムのアルアンダルスにあるシントラ、スイントリエーシンター、今日のポルトガルのシントラ、より海岸線に近いコラレスに関連すると、考えられると呼ばれる城を襲撃し、キリスト教への回収を拒むすべての人々を殺害した。 さらに、イベリア半島のキリスト教徒とムスリムの教会であり、半数がクリスチャン、半数が異教徒とされるリスボンへ到着し、ここでも戦闘を行って勝利し、財宝を集奪した。その後、アルカスセの街でも戦闘に勝利し、多数の住民を殺害し、街は無人になったとされている。ここでも多くの財宝を集奪した。ヘームスクリングラによるシグルズ一世のエルサレム。 コンスタンティノープルへの童貞とその後の帰還。ジブラルタル海峡を通過する際に、再び海賊に勝利し、さらに地中海周辺のサラセン人の領土を目指し、バレアレス諸島に到達した。バレアレス諸島は、当時キリスト教徒に、奴隷売買の中心地、海賊港としてしか知られていなかった。ムスリムの居住するバレアレス諸島にはそれまでにも、小さな攻撃は行われていたが、 ノルウェー人の攻撃は、バレアレス諸島で最初に記録された、大規模なキリスト教徒の攻撃であった。ノルウェー十字軍が最初に到着した場所は、フォルミンテ・ラ島で、ここで、多数の青い男たちやサラセン人と遭遇し、彼らが住居とする洞窟を奪った。書物に記載された、戦闘の経過は十字軍全体で最も詳細で、おそらくこの小島の歴史で最も有名な、 歴史的事件である。この戦闘によって、ノルウェー十字軍はそれまでに手に入れたことのないほどの財宝を手に入れた。その後、イビザ島とメノルカ島も襲撃し、そこでも勝利し財宝を手にした。しかし、最大の島であり、当時繁栄しており、要塞化のなされたマヨルカ君四国の中心地であったとされるマヨルカ島の攻撃は、しかし、 ノルウェー十字軍の勝利の逸話は1113年から1115年のバレアレス諸島遠征を勇気づけた。1109年春、シチリア島に到着し、シチリアを統治していた当時14歳のルッジェロ2世から艦隊を受けた。1110年の夏、ついにイスラエル沿岸のアッカー港に到着し、その後陸路でエルサレムを訪れ、統治する十字軍王ボーダン1世と面会した。 ノルウェー十字軍は暖かく迎え入れられ、ボードアンとシグールは共にヨルダン側へと乗馬し再びエルサレムへ戻った。また、多くの宝物やイエスが実際に貼り付けられていたと伝承される聖十字架の破片を含む聖物を与えられた。これは、ノルウェー十字軍にキリスト教不教を継続する気持ちを与え、オーラブ二世の墓所に持ち帰られた。その後ボーダン一世が、 シリアのムスリムの町シドンへ向かうと、シグールと部下はそれに従って、シドンの包囲を行ったとされる。この町は占領され、シドン協梁が形成された。シグルズと部下のミクラガルド到着、イエールハルド・ムンテがこの後、シグルズと部下はキプロスへ航海し、ここで短期間滞在し、さらにギリシャへ向かい、エンギルスネスと呼ばれる港を訪れた。シグルズは、 ビサンチン帝国を訪れるときに、船の方いっぱいに孕ませてより強い印象を与えるように、シグルズが横風を待つことを望んだため、しばらくこの地に滞在した。その後に、コンスタンティノープルに到着し、ノルウェー十字軍は、すべての土地の上に都市、城、小さな町がそれぞれ隙間なく、軒を連ねる光景を目にした。シグルズの戦団はとても密集していたため、 まるで一つの巨大な穂でできているかのように見えた。コンスタンティノープル中の住民がシグルズの入港を見物に来て皇帝アレクシウス一世イコムネノスは港を開けた。シグルズはノルウェーに戻る準備を整えるため彼は貴重な選手像と船を皇帝に差し出し代わりに祖国までのキロで利用する馬をもらった。部下は多くがビサンチン帝国でバリアーグとして働かされることとなり、 ビザンチンに残ることとなった。シグルズはその後おそらく3年ほどかけて、ブルガリアからハンガリー、パンノニア、シュバーベン、ババリアを旅し、そこで神聖ローマ帝国皇帝ロタール3世と面会した。その後デンマークにたどり着き、デンマークをニルスに迎えられ、ノルウェーへの航海のために船を与えられ、帰国した。ありがとうございます。